シャンティー城、シャンティー城は、フランス、シャンティー市にある、ルネサンス時代の建造物である。構造は大きく分けて、グランシャ島とプチシャ島の二つからなっている。グランシャ島は、フランス革命期に、最初の建物が破壊された後、1870年代に7月王世紀の、国王ルイ・フィリップ・ゴナンで、同情相続人だったオマールコアンリ・ドルレアンによって再建されたものである。 プチシャトウは1560年頃、アンヌ・ド・モンモランシーのために建てられたものである。1772年から1774年に、かけて、コンデコー、ルイ・ゴセイ・ジョゼフが、城内に作らせた、ル・アモー・ド・シャンティは、シノワズリ様式に触発されたイギリス式庭園で、今日では、アングロイコール・シノワ庭園、と呼ばれている。王妃マリー・アントワネットが、 アモードゥラレーヌを造成する際のモデルとなったことで知られている。現在、内部に結婚式場があり、現在も使用されている。なお、この城は、姫路城と姉妹協定を結んでいる。2006年度の年間入場者数は国内及び、国外から合計約60万人で、姫路城と比べてやや少なくなっている。ありがとうございます。